ジェームズ・ロメンゾは、アメリカ合衆国出身のベーシスト。アメリカのヘビーメタル、ハードロックバンドである、ホワイトライオン、メガデス、ブラックレイベル・ソサイアティなどを渡り歩いている。10代後半頃から、地元ブルックリンで、エンプティースカイというジャズとロックを融合したバンドで、ボーカル兼ベースを担当。地元では有名なバンドであった。また、 クロックワークというハードロックバンドで1980年から1983年まで活動し、その後、ホワイトライオンに加入した。ホワイトライオンを脱退した後は、ホワイトライオンで一緒にプレイしたドラムのグレッグ・ダンジェロと共に、モトキスのエイス・フレイリーのバンドに加入したり、ザック・ワイルドが結成した、プライド・アンド・グローリーに加入した。また、オジー・オズ・ボーンの7作目のスタジオアルバム、 オズモシスのレコーディングにも参加したが、ジェームスのベースの録音が使われることはなく、その後別のベーシストで録音し直されリリースされていた。1995年に、モトガンズローゼスのスラッシュのソロプロジェクト、スラッシュズ・スネーク・ピットのツアーメンバーとして参加し、1990年代後半から2000年代前半までは、デイビッド・リー・ロスのバンドのツアーメンバーで活動した。また、 2004年にザック・ワイルド率いるブラックレーベル、ソサイアティに加入し、2005年10月頃まで活動した。2006年には、メガデスに加入し、アルバム、ユナイテッド・アボミネーションズとエンドゲームに参加したが、2010年に元メンバーのデイブ・エルフソンの復帰に伴い脱退した。その後、元独権のギタリストのジョージ・リンチ率いるリンチ・モブに加入したりなど、元10ダス。 プリーストの V.O. ティム・オーウェンズ、セパルトゥラノグ・アンドレア・キッサー、モトスレイヤーのドクター・ポール・ボスタフなどと共に、ヘイルというハードロック、ヘビーメタルのトリビュートバンドでも活動した。ミュージシャンだけなく、グラフィックアーティストとしても活動しており、ギルビー・クラークのソロアルバムにも手掛け、また元ホワイトライオンのボーカリストマイク・トランプのソロアルバムにも、ジェームスが撮った写真の作品が使われている。 2012年にはアメリカで放送されたリアリティ番組、ザ・アメージング・レース、シーズン21に出演した。ローン・ディネリー・ホワイト・ライオン・プライド・クグローリー・ザック、ワイルド・ディビット・リー・ロス・ヒディアス・サン・デーモンズ・ブラック、レーベル・ソサヤティ・メガデス・ティム・オーエンズ。ありがとうございます。